はい、えー、いつもご視聴ありがとうございます。はい、今回もトリプル撮りでね、えー、セカンドチャンネルはね、またね、撮りたいと思いますね。別の日にね、えー、お散歩動画で。これね、はいもうまあ、いつも言ってるね、ゆうこりん先生ね、ゆうこりん先生風にはならないですけどね、はいえー、天才ジャズピアニストのね、ゆうこりん先生ね。はいえー で、この方がね、あの、すべて正しいとかね、あの、そういうことは絶対ありえないと思いますね。はい、はい。あの、いろんな意見があるわけですね。はい。はい。そういう中でね、そういう中で、えー、まあ、いろいろね、あの、思う、音楽に対してね、えー、思うことね、あの、あのね、うん なんですかねガチャガチャピアノね。それは何回か撮ってると思うんですけどね。ガチャガチャピアノね。あのまあまあ、まあ、それも自由ですけどね。ガチャガチャ、ガチャガチャ、ガチャガチャピアノって言っちゃうけどね。うんうん、まあ、お前のピアノじゃあどうなんだっていうね。うん。うん、えー、ことをね、思われる方もいらっしゃると思いますけどね。えそれはね、私のね。えー もうこんだけ YouTube やってますからね。演奏動画上げてますんで。えー、全然、あの、全くお前の音楽がね、えー、面白くないって方はね、あの、この、はい、えーね、あの反対意見ね。はい、このピアニスト、ピヨピヨ、Facebook、Messenger、Facebook、Messenger。はい、これダウンロードしてください。はい、いいですか ダウンロードしてください。ダウンロードってわかりますね。はい。私でもわかるからね。ダウンロードね。はい。はい。私、Facebook やってないのーって言わないでくださいね。ダウンロードしてくださいね。はい。はい。よろしいですか今日はね、映してますからね。フィアニュースとピよピよってね。はい。えー、それで無料通話。無料通話。無料です。お金がかかりませんのでね。はい。お電話くださいませ。はい。 あのね、コメントとか書かないすねコメント書かれてもね消しますんで、ね、すぐね、はいえー、コメントはね、あのー、本当にね恐ろしいですね乱暴ですね、はいえー、人間っていうのはねちゃんとね話をしないとわからないんですね、はいはいえー、この前はね、えー、中山駅ストリートピアノのね、えー、庶民による、えー、庶民によるね 庶民同士監視。ああ、これまだ足りなかったな。足りなかったな。足りなかったな。庶民同士ね、管理させる社会なんですね。これを作り出してるんですね。中山行き、ストリートピアノね。はい。えー、恐ろしいことですね。これはね、いろいろ考えるとね、私的にはね。はい。えー、ただね、あの砂時計はね、非常に、うん、まあね、いいっていうかね、うん、まあまあ、うん、もっとね、も 深く考えるとね、もう、あのー、ね、この通貨発行権ね、通貨発行権からですね、開放されてる私にはですね、えー、まあ、もっとね、うんえー、まあでもね、まあでももうこういう世の中になっちゃってますね、うん、まあ、よくね、時間は存在しないっていうね、動画もね、出てますけどね、いっぱいね、はい、これも長いこと言ってきましたけどね、はい。 えー、ただ、今のこの三次元三角ピラミッド社会ではね、うんえーあんた、残念ながらね、砂時計はいいと思いますね。はい、それはね、あのー、ちょっと前にね、泉ホールのとかも撮ったので、ね、うん、<laughs> 泉ホールとは言ってないかと。<laughs> 言ってなかったけどね、言っちゃったね、言っちゃったね。まあいいですね。うん、もういいですね。うん、まあ、またもう一回ぐらい行こうかな。 私はですね、ちゃんと一曲弾いたらね、えー、必ず離れるようにしてるんですね、どこでもね、うん、そういうふうになりました、ね、そういうふうになりましたって。<laughs> 一番最初は分かんなかったからね、うんあのー、ずっと弾いてたわけはあったけどね、うん、アリオさんはね、大丈夫ね、アリオさんはね、アリオさんはね、もう弾く人いないからね、本当にね、うん、あれは、あのー、本当に弾きたい人はね、後ろに来,る来られるのでね、うんうん えただね、あの、お子さんがね、あの、ちょっと触りたいとかね、まあまあ、それも分かりますよね。それもね、あの、あの、分か波動でわかるのでね、うん、そういう時はもう曲途中でもサさっと解きますけどね、うん、あのそうやってやってます。うん、まあ、アーリオさんもそんなにいかない、いかないですね。うん、もうん、ね、うん、まあ、たまにですね。うん、はい。まあ、月1回か2回かね、うん、そんくらいしかいってないと思うんですね。うん わ、えー、か,かんないですけどね。はい、えー、っとですね。何、えー、でしたっけね。はいえー、そういういろんなことの中でね、はい、この通貨発行権からね、解、えー、放されてね、えー、ただまだ本当の自由ではないんですね。本当の自由。本当の自由っていうのはね、えー、この地球上のね、誰も知らないですね。80億いてもね。えー、誰もし本当の自由を知,あ知ってる人いるかもしれないね。無人島で暮らしてる方ね。 はいうん、これは自由じゃないですかねあ、うん。ほぼね、ほぼ自由じゃないですかね。まあ、自由って言ってもね、人間が2人になった瞬間ね、自由はなくなるのでね <laughs>、うん。2人とか3人とかになっちゃったら、もう3人になっちゃったも完全自由はないですね。ないんです。ないんです、うん、だから、まあ、その程度はいいじゃないですか。その程度はね。うん えただ、ここにね、はいはい、これもね、辰吉よ一郎さんね、この動画ね、これは素晴らしいですね。はい。えー、これ、はい。これ載ってますからね、ツイッターにね。はい。ね。これ、これもどんどん出るんじゃないですかね、このね、動画ね。で、このタイトルもいろいろ変わってね。いろいろ出ると思いますね。こう出ちゃってるからね。これは、TikTok だから。TikTok でもう出ちゃってるわけですね。はい。だから、はい。だからこうやってね、いろんな人がね、 こうやって、もういろいろなさってますんでね。はいえー、そういういろんなことね。はいまあ、前回もしゃべって同じ話してもしょうがないので、はいえー、ストリート系、えー、ピアノ YouTuber によるですね。えーまあ、これね、うん、今はまあ分かり知りませんけど、わかりませんけどね、そんなもう見てないからね。ストリートピアノ えまあ、ピアノにね、ちょっと限定してね。まあ、まあ、ピアノだけじゃないですけど、何でもね、前回のもね、管理社会っていうね、監視社会っていうのも別にピアノだけじゃないですけどね。うん、わかりやすくね。はい。えー、による、やらせ演劇動画ですね。やらせ演劇動画ですね。えー、あとなんだろうな。うん、うん、えー。これね、いろいろね、えーあまあ、編集ね。 やらせ演劇編集動画ですね。<laughs> これぐらいでいいですかね。うんえー、つまりね、うんまあ、それ誰とは言わないしね、うん、別にそれを別に否定もしない。まあ、ちょっとしてんですけど、ちょ <laughs>、うん、だから、ゆうこりん先生ね、ゆうこりん先生ね。はいはいまあ、その逆もあるわけですね。うん、だから、それによってですね、あの多くの方がね、面白いって言ってね、見る面もあるからね。うん それはね、あの,あの100%否定はできないですけどね、うん、ただこのね、ま、テレビっていうものはねこうやって作られてるってことをね、うん、分かった上でねそれ見てればそれはいいんですよ、うん、えだけどもう何ですかそのまま見ちゃうっていうねそのまま見ちゃうっていうそういう思考がね非常にですね、うん あのどうかなっていうことですね。はい。そのまま見ちゃうね。まあ、そのまま見てもいいんですけどね。見、うん、見、見、見てきたんですけど、私もね。なんかドラマ見てね、涙流してね。うん、だけど、そのドラマにはですね、あの必ず意図があるんですね。糸がね、うん。例えば医療ドラマとかね、うん。これはね、医療をね、完全にね、もう、なんかいいものだっていうね。 いうふうにですね、こう広めるためにあるわけですね。はい。よろしくでしょうかね。はい。これ、達義洋一郎さんね。はい。はい。えー、これ、良かったですね、今ね。データバックですね、これね。はい、4時間って書いてある、ね。はい、えー。そういうことですね。何でもね、何でも、何でもそうですよね。うん。はい。私も最近、黒田耕作さん、一生懸命弾いてますね、黒田耕作さんね。えー、外交官は素晴らしいんだって。 <laughs> うん、うん、幻ですね、今ね。幻になってますね。はいはい。それはね、ツイッター見てください。はいうん、そ,そこまで喋り始めちゃったらね、もうちょっとね、えー、もうね、追いつかなくなっちゃうからね。はいはいはい。まあね、はい、このあとね、もう一本ね、動画撮りたいと思いますね。これ、タイトルを言いますね。相模原市の公務員によるね、移民政策ね。相模原市の公務員による。 移民政策ね。こ相模原市を限定してね。はい。えー、もう一本ね。まあ、もう、もう、もうん。昨日も撮ってあるんですけどね。もうアップロードされてますけどね。はい。はい。えー、そういうことでね、えー。ストリートピアノ、えー、ーチューバーによる、よるですね。え、やらせ。やらせね。やらせがもういっぱい入ってますね。これね。 演劇、編集動画ね。はい。はい、これ、誰とは言わないですね。はい。それをね、考えてほしいんですね。はい。考えてほしいんですよ。はい。うんえー、で、それをなぜしなくちゃいけないのかっていうと、この間ね、メインチャンネル撮りましたよね。プロ音楽家、プロミュージシャン。プロミュージシャンは、えー、通貨発行権の奴隷ですね。通貨発行権の奴隷。 犬ってことですね。これがタイトルでこれ動画撮ってありますんでねはい、はいえー、そちらね、えー、そちらをねまあ興味のある人はね探してください別にここに書いてるしないんでねはい、はい、探してください、えー、プロ音楽家プロミュージシャンはですね通貨発行犬の犬、えー、奴隷っていうことですね奴隷犬ですねはい、はい。えー これはね、ちょっと上から音楽家限定でね、はい。別に音楽家だけじゃないですからね。はい。えー、私はお通貨発行権からね、もう解放されましたね。この辰吉浄一郎さんのようにね。これ。はい、はいえー。で、そういう方ね、どんどん増えてます。どんどん増えてますね。はい。これは増えてますね。はい。はい、もうね。えー、ただね、えー、そういう人がね、どんどん増えていくとですね。 えー、お金っていうもなくなりますねで。お金についてはね、もういっぱいこのね、全部のチャンネルでね、いっぱい喋ってきたので、うんはい、ただの紙と金属とデジタル数値ですね、はい。紙なんでね、いくらでも印刷すればあるわけですね。はいはい、その他ですね、はいえー、金っていうものにね価値があるっていう嘘ですね、はい。これもね、私のトップページにやってますね。はい、銀河鉄道3内ね。 えーまあ、銀河鉄道39位だけじゃわかんないかもしれないですけどね。はいろいろ考えていただければわかりますんでね。この要はね、陰謀でできてますね。陰謀でね。すべて陰謀でできてまんですね、はい。陰謀っていうのはですね、えー、陰謀って言うとなんか怖い感じしますけど、えー、何者かによるですね、あのー、 テレビもそうですね何者かテテレビはテレビビはですね何者かによるですね何者かの都合ですね。何者かによる何者かの都合ですね。はいえー、つまりですねこう、支配されているって気づかれないように支配されているんですね。支配してるんですね。はい、支配されている 気づかれないように支配してるってことですよね。はい。それがお金ですね。うん、お金が分かりやすいですね。はい。うん、他にもね、他にもいろいろあると思いますよ。はい。はい。えー、同調圧力ね。はい。はい。これね。うん。これ、これ前回、中山駅ストリートピアノでね、ちょっとまだ、まだ足りなかったね。うん。もう一回取ろうかな。もう一回ね。はい。まだね。ちょっと間を空けてね。うん。はい。 ちょっと中山駅ね、ちょっと攻めていきたいと思いますね。うん。わかりやすいからね。わかりやすいからね。あんなの大きくね、貼ってあるからね。まあ中山駅ストリートピアノをね、知らない人もい、まあいるかもしれないですけどね。まあピアノやる人はちょっとぐらい気になるかもしれないんでね。これわざと撮りますね。えーまあ下手したらね、100本撮りたいですね、うん。まあそれは無理かもしれない, <laughs> れないですけどね <laughs>、うん。うん。だから、 えー、まあそれによってね思考していただければいいんですね思考ねはいいろいろ考えていねいろんないろんなね角度からですね、うん、人間はですね全然あのお一人お一人ですね、えー、考えてること違いますんでね、はい、違うんですね、はい、それによってそういう管理社会とかね、うんえー、まあやらせ演劇はねだんだん減ってく とは思うんですけどね。でもね。あと、ま、あ承認欲求ね。承認欲求ね。承認欲求タイトルね。うん。これはどうしようかな。うん。承認欲求タイトルもね、もう、さすがにね、これはね、もう、わ、うん、かりますけどね。あ肌感覚でね。さすがにね、あのー、あのー、もう主張する側もね、うん。さすがに飽きてると思いますね。 あと、指のね、早く動くっていうね。指の速く動くっていうね。まあ、これをね、これも相当もう減ったでしょうね。別に指が早く動いたからなんだっていうかね。あの、それは私も一番最初から言ってますけどね。それはね、それはね、最初はびっくりするんですよ。面白いんですよ。面白いし、まあ、すごいとは思いますね。 うん、でも今ね、ラーカンパネラーって誰でも弾いちゃうっていうかね、うん、そうなってますからね、うんうん。まあそれでも難しいです。難しい。私も弾けないしですね。うん、もうクラシックね、もう一曲弾くのにね、本当にね、大変でね。うん、それ一曲弾けたからって一曲しかレパートリーにならないからね、うん。まああの、練習はしてますけどね、練習はね。うん 練習するのは面白いですからね。うん、それは、今生涯やるんでしょうけどね。はい。うん、で、まあ、ちょっとずつ進歩するのはね、あの楽しいですよ、うん。それは自分でね、あの弾くたびに分かるのでですね。うん。はい。そういうことですね。うん、ああのガチャガチャピアノについてはね、こう、なんていうかね、うん、それ、ピアノでやんなくてもいいんじゃないかなっていうね。 ずーっと同じ音量でずっとフォルテでね、ずーっとキフォルテでね、ずーっと同じ音量でね、ずっと同じテンポでね、うんうんえー、ずーっと同じテンポって言ってもね、うん、やっぱりね、えー、えー、まあロック、普通にロックとかね、ロックとか、うん、まあ、まあヘビーメタルは私はあんまり好きじゃないですけどね、うん、パンクとかね、そういうのは好きじゃないけどね。 うん、だけど同じテンポの音楽が、まあ、ほぼ、えー、90何パーセントだと思いますけどね音楽の中でね。うんまあ、その中でもねやっぱり微妙にね、うんえー、例えばドラムでもねもういつも長いこと言ってきましたけどねハイハットをチャッ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 って叩いてもねこの8個の音量が全部違うわけですよね。まあまあそういう意味では、まあ、微妙に違うかもしれないですけど えただ、このダイナミックレンジっていうのは色々あるわけですね。ドラムでもね。うん。あるわけです。ダイナミックレンジがね。のダイナミックレンジをね、あの、一切使わないでね。ずっと同じ音量っていうかね、あの、フォルテでね。うん。えー、ガチャ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 弾いていくわけですね。うん。それ、誰が弾いて楽しいのかって、弾いてる方も楽しいのかわかんないですけどね。うん。まあ、クラシックもまあ、まあそうだっていう。 難しい曲をね難解な曲をですねまあね音楽大学の方とか弾かれると思うんですけど全然楽しそうじゃないっていうかねえなんでそれ弾いてるのを言いたいのねあの大昔ね思いましたねもうねいろいろ聴きに行ってね30歳ぐらいの時からね聴きに行ってね、うん、音楽大学の発表会とかね聴きに行ってたんですよ。うんうん でまあ、上手、ね、上手って言えば上手ですけどね、いっぱい指が動いてね、えー、ミスなくね。だけど、それ、面白くないよねって、もう本当に私は思いましたんでね。うん、まあ、そういう、ちょっと今それ、それ詳しくはね、もう喋りきれないんで、今日はこのくらいですけどね。はい。いろいろあるわけです。はい。だから、うん。 あの、ピアノを弾くっていうのは、ピアノを弾くのが目的ではないと思うんですよ。私はね。これはユうコリン先生、天才ジャズピアニストユうコリン先生ね、聞いてくださいね。はい。ジャズに興味のない方もね。うん、いろんなことがわかると思うんですよ。うん、はい、えー。一番最初に言いましたね。はい。はい。ということでですね。はいえー まあその他ね、まだまだちょっと今日しゃべりきれてない、ねうん、ことがねまたこれ動画撮った後に出てくんですけどねすぐね、はいえー、そういうことですけど、はいえーだ,かうん、だからそれもね、えー、まあねあのー、YouTuber がね流行らせてね、うんえー、まあストリートじゃないかもしれないですけどね、うんうん、それでじゃあその ね、ユーチューバーの方、そんな風に弾いてんのかっていうとね、そんな風に弾いてない。うん、ちゃんとね、優しい音もね、出るしね。い、う、ろ、ん、んな技術をも,おも、お持ちなわけですよ。うん、だけど、なんだか真似してんのかわかんないけどね、そういうピアノね、本当に多いからね、どうですかね。最近減ってきたかな。うん、減ってきたかな。これは面白くないんだってことにね。うん あでもまあこの間いたな、この間いたな、あそこでいたな。うん、あそこでね、センター南でいましたね。うん、そうそうそう。な、なんだろうってね、これ、それピアノでやんなくてもいいんじゃない。うん、だから、うん。あの、ゲーム的にね、ピアノ弾きたいならゲームやってればいいっていうかね、うん、ドラム叩けばいいんじゃないのかなとかね、うん。打楽、本当に完全打楽器としてね、あの、 ピアノをやるっていうのはね、うん、それで面白い音楽っていうのもあるかもしれないですけどね。あるかもしれないけど、私にはわかんないですね。はい、うん。ちょっと今のところね、これだけ音楽ね、いろいろ聴いてきてね、うん。まあまあまあ、だからそういう音楽聴かなくなら聴かないからね。うんうんうん、だけど、あの、ストリートピアノで行くとね、無理やり聴かされるからね。聴かされるからね。うん 並ぶとね、はい、都庁ね都庁が一番都庁一番ねあの職員さんに私もしょっちゅう言われましたね本当にね大きい音でね、うん、そう都庁の職員さんが一番分かってますよあのね、うん、もう本当に、ね、やめてほしいっていうかね <laughs> もうそういうふう,いう風には言わないですけどねそういうエネルギーが出てますねはい、はい、このぐらいでね、はいはいえー、承認欲求承認欲求 いうものにちょっと書いておきますかね。はい、はい、どうもはい。失礼します。はい。